ボンジョルナトゥッティ、イタリアガイドミメです。本日は意外と知らないイタリア人が喜ぶ日本のお土産という動画をお送りしたいと思います。本日の目次ですが、1、実際にイタリア人の方にどんな日本のお土産が今まで嬉しかったというインタビューをしてみましたので、ぜひまずそちらをご覧いただきます。2、最後に私イタリアガイドミメが教える喜ばれる日本の土産ベストランキングと、これは絶対 NG という日本のお土産をご紹介いたします。2、何かお土産を持っていくときに何が喜ばれるのかな、こんなの持ってたらつまらないなって思われるかな、など結構悩みますよね。実は私もいつも日本に帰国するときにイタリアからいろいろお土産選び困るんですよね。なんかこんなものあげたら喜ばれるのかな、それともあ、こんなの日本に売ってたわなんて言われると、なんかせっかく買ってきたのにとちょっと残念ですよね。今回は実際にイタリア人の方にどんなお土産物が今まで一番嬉しかったっていうインタビューをしてみましたので、彼らの本音を聞くことができます。この動画を見ることでもうお土産に悩むことはありません。ぜひこんなお土産おすすめというのもご紹介いたします。また最後に私イタリアガイドミメからこのお土産は持ってったら NG、 特に〇〇を持っていくと勘違いされるというお土産物のワーストもお送りいたしますので、ぜひ恥をかかないお土産をこの動画でご覧いただくことができますので、最後までぜひご覧くださいませ。私イタリアガイドミメの動画でイタリアの生情報や、また毎週1回必ずイタリアから生ライブを配信しております。まだチャンネル登録としてない方はぜひチャンネル登録といいねをお願いいたします。そしてここイタリア在住23年のガイドミメが書きましたイタリア旅行200倍満喫することのできる無料資料も配布しておりますので、ぜひそちら概要欄からこの資料の請求もお願いいたします。それでは気になるこちらイタリア人の喜ばれるお土産見てみましょう。日本のお土産でもらって嬉しかったものって何ですか？一番もらって嬉しかったのは、漫画でわかる日本史というあの本なんですけど、まあ僕はね日本にいて、留学で1年間も日本にいて、まあ、漢字が読めるからこそあの喜んでたお土産なんですけど、まあ、一般的にもらって嬉しいものっていうのはやっぱり日本にしかないお土産がいいと思います。すごく嬉しかったのは、羊羹とかどら焼きとかね、その日本の、まあ、和菓子っていうものがすごく嬉しかったです。じゃあ和菓子と羊羹大好きなのね。そう、好きです。日本人にもらってあの嬉しかったお土産ですね、最初は多分なんかキティちゃんのものとか日本の伝統的なものとかあの嬉しかったけど、今やっぱり、まあ、食べ物だと思います。お菓子とかおせんべい、あとインスタント、お味噌汁ね、お味噌汁すごい懐かしいからね、もらう嬉しいです。日本人にもらって嬉しかったお土産は、じゃあ私はコンビニで買えるブラックタンダというチョコレートのお菓子が大好きでした。ではイタリアに帰る前にそんなことを知っていた日本人の友達がブラックタンダをいっぱいプレゼントしてくれました。確かに25個ぐらいでした。それは本当に嬉しかったです。日本に来て友達からもらったのプレゼントが風鈴、かわいいの、グラス、
音出ると風の時、家の窓をイタリアでつけた。バネ、チャオチャオ。日本人からもらって嬉しいと思った土産は、バレンタインの日の時、女の人からチョコレートもらった。びっくりした。お客さんからもらったお土産、嬉しかったお土産はやっぱり有名なお菓子の、白い恋人です。すごく美味しかった。Grazie mille。Un souvenir giapponese che ho gradito molto che ha dato è il tè di cui faccio un grande uso e che mi piace moltissimo il tè giapponese l'ho scoperto in Giappone e lo continuo ora da quando sono stata in Giappone vorrei tornarci prima possibile invece la cosa che mi è piaciuta di più che mi ricordo di più del Giappone è stata la gentilezza delle persone e questo regalo che ho ricevuto è una testimonianza della gentilezza delle persone giapponesi me l'ha regalato una signora di Tokyo che aveva una tintoria e c'era una festa nel suo quartiere tutti i negozi erano addobbati con pupazzi con decorazioni molto belle siamo entrati io e mio marito siamo entrati nel suo negozio per chiedere se potevamo fare foto lei non parlava inglese è stata gentilissima abbiamo fatto la foto e poi mentre eravamo già per strada lei ci ha rincorso e ci ha portato mi ha regalato questo fiore che io conservo ancora dopo tanti anni いかがでしたでしょうか意外とイタリア人の方の本音をお聞きいただけたんではないでしょうか最後に私イタリアガイドミメが教える日本のお土産おすすめのベストランキングと NG なイタリア人へのお土産をこっそりお教えしたいと思いますイタリア人にとって気持ちは嬉しいんだけどちょっとこれはねっていうお土産にならないようにぜひ最後まで聞いてくださいねまずは NG なお土産というのを知っておくことによってそういったお土産を重いのに持ってこなくて済むようになります高価すぎるお土産です意外とですねイタリアというのはプレゼントというのは恋人とか家族本当に近しい人にもうお土産とかを持っていくものなんですねあんまりばらまき土産っていう習慣がない国ですなのでものすごい高価すぎるお土産をもらうと意外と異性同士だとこの人私に気があるの?って勘違いされてしまうことがありますのでお気をつけください2使い道に困るもの結構ですねこれ日本らしくていいなと思って持ってきたものでイタリア人その時はすごい喜んでるんですけどね後になってこれどうしようどこに置こうっていう使い道に困るものって意外とありますよね例えばですね昔過去記憶があるんですが日本人の方がすごく高価な日本人形をプレゼントした方がいますでもその方その時はすごい素敵って言ってたんですが日本人形ってイタリアの家屋に合わないですし相当こう日本が好きな方はちょっと日本風にねインテリアをしてるお家とかもあるんですが、まあ、それにしてもちょっと日本人形は使い道に困るなって後で言っていたのを思い出しますですからそういった高価なものっていうのはやはり特別な人にあげるものというのを覚えておきましょう3口に合わないものですそうなんです実はですね最近日本食ブームで寿司とか天ぷらラーメンっていうのは割とイタリア人も食べるようになってきましたが日本のお菓子で典型的なあんことかおせんべいは割と許容範囲が広いですが結構臭いのであんまり匂いが好きじゃないっていう方もいるんですねあとは納豆関係わさび関係は結構イタリア人お寿司もほぼわさびつける人っていうのは少数ですのでそういったちょっと日本の独特の味
というのは NG です。なんかもらって結局ミメいらないからあげるわって言われたことが何度もあります。私はボレンティエリも大歓迎ということでいつももらっているんですが、あんこですとかもやっぱりどら焼きっていうのは最近ね流行ってるんですが、それもね一部の方でやっぱりお豆をこちらではしょっぱくお食事として食べるので、あんまりね甘くして食べる方っていないんですよ。なので相当好きな方には喜ばれますが、一般的にあんまり日本を知らない方にはちょっとこういったあんこ、納豆、わさび、それぞれはちょっと避けた方がいいかなと思います。4、アニメグッズ。もちろんイタリアでも全世界でも日本のアニメや漫画はもう大ブームですが、子供から、ティーンエイジャーぐらいがすごい好きなので、いい大人にアニメグッズとかその漫画のグッズ、相当この人がこのアニメが好きだというのを事前に知っていたらもちろんそれは喜ばれますが、誰でも彼でも好きだろうと思ってですね、アニメグッズをプレゼントすると、なんかやっぱりある程度の年の人はなんでこんな子供っぽいものをもらったの。アニメグッズというのはちょっとその人の年齢とか趣味によってはもらって困るものの代表の一つですので気をつけましょう。次に折り紙。折り紙は実際に日本人の方がその場でこう折り鶴とかね折ってあげるとすごい喜ばれて、その鶴は保管してる方とかいらっしゃるんですが、実際に折り紙だけあげても折り紙を折れるイタリア人ってすっごい少ないんですよ。日本が大好きな子はもう折り紙マニアっていうのがいるので、そういう子たちに折り紙をお土産で持っていくと喜ばれますが、一般の方にはどうしても折れない、難しいのでね、なのでちょっと折り紙もあまり合っていないかなと思われるお土産の一つです。さらによく日本ではお土産に使われるお守り、キーホルダー代わりとかに使ってる方もいなくはないんですが、これなんて書いてあるのって言われるんですけどね。ただやっぱりこうあんまり日本のお守りという感覚がないので、あんまりお守りももらってもどういう風に使ったらいいかわからないという方がいます。何が書いてあるのかも大体わからないし、これなんて書いてあったんだっけという方もいますので、ちょっとお守りも難しい上級者向けのお土産だと思います。最後によくあるのがハンカチなんです。ハンカチは実は日本人は必ず持つのがマナーですけれども、イタリア人ね、ハンカチを見たことも触ったこともないという方が多いです。ハンカチという単語、ファッツォレッティって言うんですけど、ティッシュのことなんですね。よくイタリアではそのハンカチみたいなのを鼻かみでビーって噛んでそのままポケットに入れるっていうのを見たことある方いませんか？私はよくあります。鼻かみに使われちゃうんですね。日本の綺麗なハンカチなのに、なんか手を洗ってから拭くっていう習慣、あ、もちろん今いろいろトイレにもねハンドタオルとかついているので、あんまり必要ないと言えば必要ないですよね。なのでイタリア人にハンカチを渡しても、結局うちの姑とかもうちの母が持ってきたハンカチとかをもう10枚20枚とタンスの中の肥やしになっておりましたので、あんまりハンカチもおすすめいたしません。イタリア人に喜ばれる日本のお土産ベストランキングをご紹介いたします。まず1、和風の手ぬぐいです。実はイタリアではこのやっぱりハンカチと違って長めなので、すごく綺麗なこの和風の手ぬぐいとかをプレゼントすると、手ぬぐいとして使わずにいきなり頭に巻いたりスカーフ代わりに使ったりすっごい喜ばれるんです。それちょっとスカーフじゃないんだけどなって言うんですけれども、いやこれは綺麗よって喜ばれますのでおすすめします。もちろんスカーフ代わりでなくても、実際にイタリアでもですね、お皿拭きとか台所に置く用の布巾みたいのにして使えるんです。いろんな用途があり、しかも安いし潰してもいいし軽いしということで、もう日本からねわざわざ持ってくるには最高のアイテムだと思います。ぜひ
和風の手ぬぐいを、まあ、100均のでもいいんですけれども、ちょっと100均のね、生地がもうボロボロにすぐなりやすい、もう1回洗濯したらもう雑巾になっちゃうので、もう少し300円から500円ぐらい出すとですね、割といい布地のものがありますので、そういったものを実際に私の友達のイタリア人も日本に行ってね、大量に親戚に買ったという人知っておりますので、そちらをおすすめします。2は漢字 T シャツです。実は日本の漢字はもうイタリア人にとって本当に素敵なものなんです。よく私もね、漢字で僕の名前をここのタトゥーにしたいから書いてくれってよく言われるんです。それぐらい漢字にはもう魅力を あるみたいで、 T シャツで日本の漢字が書いてあるもの、それがすごく老若男女に人気でございます。ただ注意しなきゃいけないのがサイズですね。イタリア人の方すごいこう肩が張ってる人とか、女性もこう胸がボーンとある方とかいるので、ちょっとね、日本の S サイズとかはねほぼ合わないと思います。ちょっと大きめ、日本の L サイズがちょうど M サイズぐらいかなという感じで、大きめを買うことをおすすめいたします。3、そしてもう定番のお土産と言ってもいいでしょう、扇子です。イタリア人扇子なんか使うの？と思われたかもしれませんが、意外とですね、扇子、こうイタリアすっごい夏暑いのでクーラーあるお家あんまり少ないんですね。なのでこうパタ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 って紙みたいなのでやってる方がいるので、こういった美しい日本の扇子はすっごく喜ばれます。コンパクトにもなりますしね。意外と私の姑は内輪の方が好きだったんですね。内輪の方がこう風力が強いじゃないですか。それでなんかこう暖炉火をつけてたりしました。日本に行ったら絶対内輪持ってきてって言われたんですが、それは別として、扇子の方がお土産としてはいいと思います。4、抹茶味のお菓子。実はですね、イタリアでもテベルデといって、この抹茶味、緑茶味、緑茶は結構流行りだしたんです。ただね、この抹茶味のお菓子っていうのはなかなかないので、日本からお土産に持ってくるとすっごく好評です。ただ本物の抹茶はやめた方がいいですね、本当に好きな方以外は。なぜかというと、もう使い道がわからないし、苦すぎて飲めないで、高いんだけれどもその高さがわからないのでおすすめしません。抹茶味だったらチョコレートでもクッキーでも、甘いものだったらイタリア人 OK です。最後に、もう日本のね、甘いお菓子あんこ以外はもうイタリア人大好きです。例えばインタビューでも言っていた白い恋人ですとか、そういったクッキー類、こちらでもあるようなヨーロッパ風お菓子だったら完璧でございますので、ぜひおすすめいたします。いかがでしたでしょうか。イタリア人に喜ばれるお土産という動画をご覧いただきました。本日も最後まで動画ご覧いただきまして本当にありがとうございます。またこれからもイタリアのためになる生情報を配信していきますので、次の動画でお会いいたしましょう。グラッツェ、アリベデルチ、アラプロッシマ。